メテルの気持ちは、週刊ヤングジャンプで2006年40号から2007年27号まで連載されていた奥広屋による漫画作品。ガンツと同時並行で連載されていた。コミックは全3巻。引きこもりと終盤にかけてからは、義母的存在のはるかとの近親相関的な恋もテーマになっている。15年間引きこもっている30歳の息子。 新太郎の世話をする57歳の父。父は、なんとか、息子に部屋から出てきて欲しいと懇願する。新太郎は、引きこもりの原因が、母親の死であることを打ち明け、話の成り行きで、父に、彼女ができたら部屋から出てくるという約束をする。しかし、実は父には、すでにものすごく、美人な彼女、吉永遥がいた。彼女は、父のことを、 心の底から愛している。ドア越しに二人で愛し合っていることを新太郎に打ち明けるが、新太郎は、どうせ会社の同僚に手伝ってもらっているだけだと、信じない。いろいろあった末、遥が父にプロポーズをする。二人は、新婚旅行へ。旅行中、父が、不在のため雑誌が読めないと怒る息子。そして、父は帰らぬ人となってしまった。その遥は、 一人残された義理の息子になったかも知れなかった慎太郎に出会い母性的に彼の心を開け自分を好きになって今までの生活から変わろうとする慎太郎と両思いになるが遥かの真意が少しずつ明かされていく一部の描写でガンツからガンツスーツを着ている者や劇中に登場する泉紫音と篠崎良子が変、変の鈴木と佐藤が 背景に混じって描かれている。同一の世界を表しているのか、単なるパロディなのかは謎である。また連載中に掲載順を間違えてしまったことがあった。その後当該話を再掲載し本来載せるはずだった話とともに同じ市場に載せていた。ありがとうございます。